トリパノソーマはトリパノソーマ科に属する原生生物で幅広い宿主に感染しアフリカ睡眠病をはじめとする様々な病気を引き起こす。名はギリシャ語でタウロウプシロンパイアルファーニューニュー、水、シグマオメガミューアルファー、体という意味でコルクの木のような形状、動きに由来する。マクムシという和名もあるが稀にしか用いられない。トリパノソーマは二宿主性で 脊椎動物の血流中と、吸血動物の腸管を主な寄生部位とする複雑な生活感を持っている。脊椎動物のほぼすべての綱で、トリパノソーマの感染が報告されており、水中で生活する魚類、両生類、爬虫類を宿主とする種はヒルによって媒介され、一方陸上で生活する爬虫類、蝶類、哺乳類を宿主とする種は、 吸血性の節足動物によって媒介される。カエルの場合、養性期が長い宿主には昼が、生態期が長い宿主には、節足動物が媒介している。トリパノソーマは、宿主や寄生部位に応じて形態及び代謝系を変え、それぞれ大きく異なる環境に適応している。特に脊椎動物の血流中で、水弁毛型を取ることは、トリパノソーマ族の特徴といってよく、また、 吸血動物の長官では常弁毛型を取る。この他に種によっては、細胞内で無弁毛型を取り、稀に全弁毛型を取るものもある。古典的には、弁毛虫砂原弁毛注目トリパノソーマカに所属させられていたが、分子系統解析に基づく分類体系では、夕暮れのゾアモンキネトプラスと、ズナトリパノソーマメトリパノソーマカのところ属となる。トリパノソーマカの分類は、 分子系統解析が遅れており再検討中であるが、21世紀になってからトリパノソウマ族については単系統であるとみなされるようになった。トリパノソウマ族は、キネトプラストズネで最大の属であり、およそ500種ほどが認識されている。このうち哺乳類を宿主とする種については、発育パターンによって2群8ア族に分類されている。それ以外の種については、 未整理の状況である。ステルコラリア類は、昆虫宿主での発育が好調で完了し、発育終末型が、糞に排出されるもの。宿主へは、吸血された傷口が、糞によって汚れることで感染が成立する。メガトリップナムは属哺乳類宿主での増殖は、常便毛型で行われる。大型。牛に寄生する、TT レリー。羊に寄生する、 T メロフィジアム羊トリパノソーマなど、ハーパトーソマアゾク哺乳類宿主での増殖は、上弁毛型や無弁毛型で行われる。中型、ラットに寄生する T 類 C、類ストリパノソーマなど、スキッソトリプナムアゾク哺乳類宿主での増殖が主に、宿主細胞内の無弁毛型で行われる。やや小型で、トマツ標本では C 型に見える。 人のシャーガス病の病原体である T. クルージー・クルーズ・トリパノソーマが代表。テイヘライア・族ハーパトーソもア族とよく似ているが、血流中での分裂増殖が滅多に見られない。発育終末型が唾液腺に集合するので、ステルコラリア類の定義から外れるが、分子情報によって T. クルージーと禁煙とされるためここに加えられている。一種 T. レインジェリー。 ランゲルトリパノソーマの実が知られており、これは中南米で人を含む幅広い哺乳類に感染するものの病原性を示さない。逆に媒介動物に対して病原性を示す唯一の種でもある。サリバリア類は昆虫宿主での発育が後期、または唾液船で完了し、発育週末型が唾液中に排出されるもの、唾液ともに注入されることで宿主への感染が、 成立する。哺乳類宿主での増殖は水弁毛型で行われる。ダティンラア族大型で、昆虫宿主での増殖は、フンでのみ行われる。牛の長名病の病原体である、ティーバイバックスなど。ナナモナズア族小型で、昆虫宿主での増殖は中長及びフンで行われる。牛ウ馬ウラクダなどの長名病の病原体である、ティーコングレンス。 豚やサルなどの長名病の病原体である、t シムヤエなど。トリプナゾーンアゾク小型で、昆虫宿主での増殖は中腸及び、大気腺で行われる。最も重要なのは、人のアフリカ睡眠病の病原体である、t ブルシーガンビエンセガンビアトリパノソーマ及び t ブルシーロディゲンスローデシアトリパノソーマである。このニ種は、牛の長名病の病原体である、t ブルシーブルシーブルーストリパノソーマとごく禁煙とされているが、別種とする意見もある。ラクダや馬のスーラ病の病原体 T、エバンジー、エバンストリパノゾーマや馬の交易の病原体 T、イークイパーダム、交易トリパノソーマは、実際には、ブルーストリパノソーマの変異型であり、ミトコンドリアの異常のためにチェチェバイに媒介されなく、なっている。 パイクのもなずアゾク豚の慢性トリパノソーマ症の病原体 T 種異。その後の報告がなく疑問視されている。哺乳類以外に感染する種は未生理である。ただしカエルに感染する T ロータドリアムはトリパノソーマ属のタイプ種であるので、自動的にトリパノソーマ属に属することになる。以下に例として数種を示す。ありがとうございます。